ホラー映画に出てくるような夏の田舎で崩壊してゆく日常を共有、乳母車と木陰と上質ノイズ、とても素敵ですね。キラーポーズを生み出すようなモデル思考で酩酊してゆく日常を共有、フォトグラフと撮影と病的ノイズ、これも素敵ですね。あぜ道のテープ事件現場、みんなはそこの長男がやったって知ってる。ママの裁縫を見ていた、柔らかな針山にたくさん刺してある。空を見てた、心臓みたいに見えて、見てた見てた見てた。レザーフェイスに重なるような彼の噂で狼狽してゆく日常を for you、シドビシャスとネズミとメディアのノイズ、やけに素敵ですね。メタサイズにちぎれるような夏の田舎で衰弱してゆく日常を for you、風車と英史と精神ノイズ、無駄に素敵ですね。あぜ道のテープ事件現場、みんなはそこの長男がやったって知ってる。ママの裁縫を見ていた、柔らかな針山にたくさん刺してある。空を見てた、心臓みたいに見えて、見てた見てた見てた。同じような違うものを見てた、違うような同じものを見てた、同じような違うものを見てた、違うような同じものを見てた。ママは僕を見ましたか、ママは僕を見てましたか、ママは僕を指しましたか。